久保さん。自動車税。久保さん。自動車税。親の分も含めて3つきました <laughs>、ねはい。で、なんかね、すごいですよ、今の自動車税。PayPay ペペ払えるらしいですよ。LINEPay もいけるらしいっすね。<laughs> すごいじゃないですか ?PayPay ペペと LINEPay も対応したらしいですよ。まあ、これは県によって変わるのかな ?3 つきましたよ。 3つ、自動車税 <laughs> まあ今回はね、自動車税を PayPay ペペで払う方法と話しておきましょうか。はい、今まで、あの僕、クレジットカードで払ってたんですけど、今、自動車税をじゃペ PayPay ペで払うじゃないですか。お金が戻ってくるわけですよね。<laughs> すごないですか、これ。<laughs> まあ、これ、億万長者合宿のやりとりでも、現金で払うと何もないよねって話をしてたと思うんですけど、まあ、クレジットカードでもポイント貯まりますよ。 うん。だけど今、まあ、これまあ今キャンペーンやってないんであれですけど、PayPay ペイペイがなんか100億円キャンペーンとかやっぱめっちゃ戻りますよみたいにやってて、もしその時税金払ってって、この自動車で払ってね、なんか全額キャッシュバックとかね、なんかあるじゃないですか。<laughs> 当たったら <laughs>、どうですかね。うん、もう僕の一番、僕が一番嬉しかったのが、ラーメン屋で PayPay ペイペイで決済したんですよ。750円ぐらいのね、800円だったかな。で、 1000円当たるっていうねもはやラーメン食べてプラス200円みたいな <laughs> やばないですかラーメン屋で食べてプラス200円にする方法なんかちょっとむずないですかそうしかもその場でですよすごいですよねでもこれ PayPay ペペで払ってなかったらその可能性ないんですよねだから今ほんとねあのー、すごい時代になりましたよねだからこれはやっぱなんだろうな うん僕ね、ペイペイと仮想通貨はちょっと違う概念がちょっと違うなと思ってるんですねで。なんでかっていうと、まあそもそも、じゃあ仮想通貨の通貨を持ってたとしても、コンビニで払えるか、その通貨を持ってたとしてもコンビニで払えるか、じゃあ税金払えるか、うーん、なんだろうな、うんなんかスーパーで買い物できるか、やっぱ無理なんですよ、これ。昔ね、仮想通貨も、あのー、すごくその、 いっぱい出て,てね、仮想通貨で買い物ができるようになるよみたいな言ってたんですよ。で、もちろん多分ね、今後10年後はまあいけるかもしれないですよ。ただその、結局そのプラット、なんかその、要は読み取ってどうのこうの、まあペイペイもそうだと思うんですけど、店舗さんが PayPay ペペのね、こういうふうに入れて、 バーコード決済、こう、入れられるように、こう、してるから、まできるってなんですけど、店舗さんが、じゃあ、その、ビットコインをね、例えば、その、読み込んで、こう、できるようにするっていう仕組みを入れない限り、こう、決済できないんですよね。じゃあ、これを店舗さんが入れるまで、 何年かかるのかなって想定したときに多分ね、これね、10年かかると思いますね。コンビニで電子、あの、ビットコインが決済できるようになるのは多分10年ぐらいかかるんじゃないかなと。なぜならば、もう電子マネーが出ちゃってるので、電子マネーでこと足りるわけですよ。で、ビ、電子マネー以外のビットコインがみんな持ってるみたいなね。だったらわかんないですけど、これ多分ね、10年かかるかなと思うんですよね、ここに関しては。だから僕は、 あの特にそのビットコインはこう、うわーっとあるじゃないですか、PayPay、まああの,ペペの場合は、もう正直本当に今、今使える通貨だと僕は思えるんですよ。んで、ビットコインとか未来通貨ですよね、まだ。でもペ、PayPay ペに関して、電子マネーに関しては今使える通貨だと思うので、ここは、ここをまだ使えてないっていうのは、多分やばいと思うんですよ。 だって今使える通貨なのにもかかわらず、未来通貨と思ってる人ですね。で、これはやばいですね。うん。今使える、現行でめちゃめちゃもう使える通貨なのにかかわらず、まあ、電子マネーっていうその概念なのにかかわらず、なんか雲のやつ、なんか電子マネー怖いとか言ってると、もう損しかないですね。<laughs> 損しか。 でしかも、値上がり、値下がりとかないじゃないですか。じゃあ、例えば PayPay ペペで1000円持ってます。じゃあ、1000円がね、次の日にね、500円になるとかね、次の日にね、1万円になるとか、そういう変動がありますか電子マネーって。たぶんないんすよ。<laughs> ないですよね。でも、仮想通貨あるんですよね。まあちょっと概念は僕、違うと思ってますね。うん。なんかそ、電子マネーっていうか、電子っていうかね、なんか、その、ちょっと、あれじゃないですか。 なんか、まあ、札ではないですよね。リアルの札ではないけれども、あのー、なんかちょっと似たり寄ったりしてる部分もあるけど、違うかなと僕は思いますね。だからまあ、今後はその、うん、まあ、自動車税もね、LINEPay で行けるとかね、やばないですか、PayPay ペペで行けるとか。うん、これはすごいことですよ。うん。まあ、これ、県によって変わるのかな、対応が。多分、もしかしたらすみません、県によって変わるかもしれないですね、対応が。 でも、クレジットカードはどこも今対応してると思いますけどね。うん。はい。ということで、自動車税は PayPay ペペでいってらっしゃい。